あれ、ブラマイ城はどこ？僕の家の横です。僕の家。わかりますか？双葉さんちの横の横なんですけど。モンジュールさんなら赤石の中、砦の横ですね。俺赤石集めてますわ、今。余ったら赤石集めて。赤石のために。赤石のために。赤石ボックス作っとくんで、余ったらくれると嬉しいですね。マジお腹すいた、やばい。お今日は何食べますか？今日はそうですね、友達ん家なんで適当にウーバーっすね。いいなぁ、うちウーバー届かないんですよ、群馬なんで。スタッフさんちは多分届かないっすよ。カンカンカンってどこにあります？僕の家にあります。僕の家カンカンカンしに行こう。はいですね、赤石ハウスの横に。赤石ハウス。赤石ハウスではないです。赤石ハウスではない。どこにあったっけ赤石ハウス。川沿いです。川沿いのすごいな。サバさんのあの仮拠点の横あたり、会社ハウスがあって、その奥に来てもらうと。すごいヤシさんが釣り上げてきてますね。棒64本くれって言ってきます。浮いちゃおう。かっこよ。あ、狼がいる。そうなんですよ。近づいてくれました。ここで。赤ずきんさんがゾンビ肉を赤石ちょうだいのとこ言ってましたよ、ボンジューさん。うわいや、ちょっと痛みも与えてえな。ちょっと村人がまだ少ないんで、食料ちょっとね、行きたいとこだけどな。ですね。ベッドあるのになかなか増え切らないですね。ちょっと食料をね、与えきれてないんですよね。人参欲しいですね、そうなってくると。ですね。人参一番増えますからね。これって配信中でもウーバーして大丈夫なんですか？全然大丈夫ですけど、村人がすいません、村人が逃げました。やばい、脱走する。脱走。おい、何やってんだ。ラッチ中に起きた悲劇でした。だいぶギスってきましたね。おい、赤石頂戴ボックスゴミ入れてんの誰だこれ。肉入れたのは僕です。赤ずきんさんじゃなかった。いやでも種とか入れたのは僕です。あれ、そこに動画してる。カズさんが見つけたネザー要塞ってどっち側にありますっけ？一本道わかるかな。ネザー入ってもうすぐ一本道を作っといたんだって。はい、右の方、もうそこから見えるはず。一本道、長い一本道行けば。あ、ありがとうございます。即でしたね、本当に。要塞行くんだ、要塞。ちょっと行きたいっすね。すごいね、やっぱドキドキが足りてないよね。わかります。ドキドキが足りてないんだよね、ドキドキが。さっき痛い目見たはずなんだけど。じゃあ行くとするかな。あ、これ出れない。じゃあ誰か助けてもらっていいですか？どうしたんですか？あのネザー要塞クリーパーとかが入らないようにしようとしたら、はい、一度入ったら出れなくなっちゃいました。あのちょっと来てもらえば分かると思うんですけど。行きましょう。来てもらっていいですか？あ、でも行けるのだ。どういうことだそれ。あ、大丈夫だ。大丈夫ですか？大丈夫でした。何を一人でやってるんですか？大原さん、立派な家を俺の隣に建てないでくださいよ。あ、兄弟の家とこれ比べられたら結構悲しくなるんですよ。すごいっすよ、見た目。それで言うと、麺結構序盤から作ってましたけどね。間違いない。建築途中の家に完全に匠がいらっしゃるんですけど、大丈夫でしょうか？フォームしに来てますよ。怖っ。怖い。やばい。んっと、おや。すごい声が聞こえてる。すごいおじいちゃんみたいな。お腹つきすぎて。あ、びっくりした。達成したか。びっくりした。ネザー、ラグイと怖いですね。わー、それ怖いですね。怖いなぁ。あ、朝だ。朝です。もう朝になる。ダーン。ダーン。たた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 。要塞？要塞です。要塞いますね。要塞です。え、どうしたんすか、要塞なんか行って。うちも行こうかな。この畑やってる場合じゃないよな。待って、知る。え？おっと。あ
獣さん。要塞かな。何してて死んだの？村の真ん中で死んでますよ。村の真ん中、死に場所分かってんだ。じゃあまだ。とりあえず一安心。とりあえずは一旦置いとこうじゃ。今日はあと1日2日ですよね、やるの。そうですね。だと思います。そうですね。復活させれるかな、その間に。ガストだからな。屋根がかっこいいですね、あれ。すごいな。あ、面とんがり屋根ですか。あ、とんがり屋根です。まだ1ミリも拠点建てようなんて気持ちになってないけど。バカ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 ありがとうございます。道具鍛冶さんがダイヤモンドの通路をくれるようになりました。おおすごい、助かる、来ました。素晴らしい、ありがとうございます。1日でこれか、すごいですね。初日でここまで来ました。また怖いな、帰るか。ガストの涙を取りに行かねばですね。そうですね、そうですね、死んじゃってるんで。ガストいねえな。いや早くない、諦めるの。いねえやべごめん俺要塞のなんか通路スタバさん何作ってるんですか。あ、拠点です。私の本拠点を。本拠点がはい、水の上にボートで移動はさせません、ここ。あの、お金取ります、ここ通るとき。セクションやん、もう家じゃなくて。レイズロットってどんくらいいります。まあ、10本あればとりあえずエントラーはいけます ね。了解です。僕2本持って帰ってきますから。ションとか、あ、じゃあ、あと1本で大丈夫ですね。俺ゴミ増えてんな。夜か。夜ですね。夜早いですね。夜かじゃないし。夜か、初めて聞いた、双葉さんの夜か。確かに。夜ない。あれ、今日もしかしたらラストっすか。いや、12なんで、あと2。あ、まだか。あ、OK。よかったです、よかったです。このゴーレムトラップを僕はもう今日作らないと。今日中に作れなかったら断念します。はい。なるほど。こいつに頭装備をしたいんですけど、なんか持たせたいんですよね。名札がないんで。ツールとかでいいっすね。ツールとかは持ってくれないんですよね。持たないのはもう一生持たないですね。あ、本当ですか。はい。持たざるものか。じゃあ名札じゃないとダメなの。装備もダメってことですよね。装備ももう一生持たないです。持たない子は。そうだ。ダメだ。あら、そう、5時のチャイムが聞こえましたね。あ、僕んとこだ。懐かしい。チャイムの近いところにね、住んでたりするからね。でも絶対聞こえないように私防音室作ったんですよ。何があってもいいように。いや、わかりますわ。ちょっとガスト買ってくるんで。おお。何かあったら頼みます。はい。なるほど。何かあ、じゃあ困りますね、でも。やべファントムにやられる。麺の家に麺助けてくれ。あ、なんか、あ、食べ物ある麺。あ、パンありますよ。ごめんメンズハウスへようこそ。あ、メンズハウスは安定だ。ドラクエの宿屋ぐらいの安定感が。ドラクエのいくつですか。いや、分かんないドラクエシリーズによって宿屋の性能違う。よし、いて誰誰うたばー。え、ポンさん、ちぎれた？パールじゃねえや。あれ、ですか。あれ、涙。全然す。母さん、やってます、今。え、今回最終日でしょ、今。昨日夜の13日目。そうなんですよ。13ですね。だから、ちょっとそろそろ行っか。そうですよね。復活させたいですよね。明日は我が身だからね、明日は我が身。まあ、そうです。それはある、本当に。こういうのに参加してないやつは絶対行けらせないかな。声だけ聞こえます。帰ってこれた。石聞いたやつ作ったら砥石が出来上がりました。これバグってます。絶対に違う内容入れましたね、今。スナイパー対決。スナイパー対決。すごい。遠くのやつやった。遠くのやつ。すごい。何メートル先みたいなやつですよ。そうです。50メートル。めっちゃ遠くのやつやったら。すごい。50メーター先すごいな。これ今何やってるんですか。今金装備がないんで、とりあえず金を掘りに。あ、なるほど。見てるところでした。あ、麺金あげるよ。あ、本当ですか。さっきの。あ、
パンのお礼を、うん、アンパンマンの言い方でしたね。僕の頭をあげるよ。この豚ほんと嫌い。この豚大事に嫌い。大事に。ノックバック強いですもんね。怖え。本当に。命大事に。ああ怖かった。あでも一応ブレイズロッド10本自分家に置いてるんで、もし死んだら。僕の代わりをその子として。もうブレイズロッドがあればずっと。そうです。じゃあ生き返らなくてもいいって話ですか。いいってことですね。あ、まあちょっと余裕があるなら生き返る。よし。おらも寝ざいてこ。面だけじゃちょっと心配だ。すいません。カズさん。とりあえず自分用のやつを持っとくんだよ。ああなるほどなるほど、確かに大事ですね。あ、自分用いいですね、自分はいいですね、いい作戦です。じゃあ自分用生前にお墓買ったりしますもんね。自分用なんですね今買取り行くのは。ただ場合によっては使わんこともないよっていう、場合によっては。なるほど、場合によっては。人参ガスか。人参って何パーセントでしたっけ、ドロップ。結構少なかった気が。かなりレアですよ。かなりです。じゃないですか。何パーだろう。5とかだと思います確か。なるほど、5ならでもなんか1日やってればいけそうな感じが、まあ、確かに確かに。 0.83% らしいです。 0.83%、 あんまりじゃないんだ。確か頭とかが 2.5% とかでしたよね。なるほどなるほど。ああそうなんですね。で 5.5 まで上げれるんですよ、ドロップ増加する。あ、イザスケっすか。はい、イザスケそうっすね。牛丼食べてます。じゃあまだ大丈夫。じゃあ無事ウーバーしてる。じゃあまだ大丈夫、よかったよかった。ああもうそろ朝だ。朝になりますね。最終日になっちゃう。ボンさん救われた。ったね。いや俺死んでないよ。ボンさんか。ボンさん。ダメだ、ガス一体もいない。いないですよね。本当に。本当にです。サーバーの脇数を増やすのは愛なんですかね。はあ。増やせるんですか。なおできるんですか。増やそうと思えば。ただみんな死ぬ死ぬ死ぬリスク。あ、村あった。おお素晴らしい。第二の村。めっちゃ近いっすよこれ。すごい。ただちょっと今この高台から降りるのめちゃくちゃ怖い。ガスト。来た。チャンス。ガストチャンス。おお落とした。あ。来た。落ちました。あとは拾える？拾えるかどうか。あとは。やだ。もう一回ほら助けてやったぞ。あざーす。ほっこびを。今なんか危ないシーンを。襲われてたような感じ。待って、ちょ。ねえ、どうするよ。そうです。めんちょっと、はい、頼んだ復活の儀を。わかりました。ちょっと、もう一個ガスト粘ってきます。はい、あと1ガストか。そうっすね。もう涙が。あ、そして？お、これは落としました。うわすごい。やる。さすがだ。やる。ナイス。すげえ。すごい。なんかボンさんなんか投げやりじゃないちょっと。この村畑がね。たまにありますよね。畑がないんですけどこの村。小麦めちゃくちゃあるのに。何マツ？え待って、もう一個村ある。おお。村ラッシュ。誰も初見台に興味を示してくれない。多分そこにいない人が示してる可能性があるんで、で引っかかってこっちの方に歩いてこないとかもあるんですよ。なるほど、なんか外に2人いますね。今夜は一応集まれるようにやっていきますか。うんうんうん、はい、夜になったらもう真ん中来れるような感じで。わかりました。はい。畑のない村流行ってますね。またないんですね。すごい。またないです。残念。こんなにいっぱい村はある。あった畑。すんげえ変品なところに。おさあ人参はあるか。あった。おおすごい。あーよっ。おーナイス。あったー。よかったよかった。じゃあまず伊藤和樹さんを蘇らせます。はい、お願いします。
おー、ありがとうございます。ありがとうございます。二度目の転生の気持ちはなんか孫悟空でもなかなかそんなにそう、シェンロンじゃ生き返られないですもんね。だってもうおとなしくしときたいですね。よしよし、もう一人だ、もう一人、今宵中に。はい、皆さん踊りましょう。どこだ、どこにいる。お、夜だ。夜ですね、最後に墓に集まって。あ、聞こえました。どこよ、墓。どこですか。ここどこだ。鶴太郎の家の前ですね。なるほど、ここか、あそこか、このまま。本当に死んでるみたいやん、なんか。お食べ。生前はパンが好きでした。復活したときにいろいろ。今日皆さん集まってます？どうですか？まだちょっといまーす、私は。僕はまだちょっとあのドズルさんが作ってたあのトラップタワーのあたりにまでいるんですけど。いきます。はい、お願いします。はい。お。いやもう皆様のおかげでウーバーイーツ食べれました。いや面白かったな。面白かったですね。あっという間でした。あっという間、今でお時間でした。やべ、もうちょっとで終わっちゃう。今のうちにジャガイモ、もうやそうですね。今ちょっともう今やり残したことあったら今のうちにやってもらって。はい、はいはい、で最後に一度あれですね、集合写真撮りたいですね。どこで、どこで撮りますか。どこで撮ります。どこがいいんですかね。なんか任せます。ガズが登ってもなんもないっす。もう朝行くのか、早いな。じゃあ墓にしますか。墓にで、じゃあ、日が進まないようにしました。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日もよろしくお願いします。お願いします。ということでね、お疲れ様でした。楽しかったね。これがまたあと1週間続くんでね、ぜひ皆さん楽しみにしてもらって。じゃあお疲れ様でーす。